人柱攻略ってただの人海戦術だろ。いわゆる運ゲー、マゾゲーと呼ばれるゲームの攻略方法さ。攻略難易度の高いマップにひたすら多くのユニットを投下し、それらを犠牲にすることで攻略確率を上げるプレイスタイル。パパ、ひどいです。ねえねえユイ、私たちもいずれそんな風にさせられちゃうのかも。いやいや、しないから。俺は NPC だって犠牲にする気はないよ。でもまあ、そういうプレイスタイルもあるってこと。でもパパは絶対に私たちをそんな風にしないって信じてますから。ああ、もちろんだ。約束するよ。でもさ、シャムロックの動き少し気になるよね。ちょっと何キリト、今って笑うとこ。いや、お前がちょっと怪しげだなんて、本当にお前はここにいるんだなってそう思ったら。ふん、 AI が人間みたいに曖昧なこと言っちゃダメだっていうの。いや、むしろ俺は嬉しいよ。ストレアもユイもこの世界でちゃんと生きてるんだって実感できるからな。キリト、えい、抱きついちゃえ。おがか、あ、ストレアずるいです、パパ。あ、二人ともやめろよ。レイン、どうしたの？ねえキリト君、それにマスター、セブンちゃんってあの後このお店に来た？え？俺は見てないけど。エギル、来てるか？いや、来てないぜ。そうですか。こうやってこの店に通っていればそのうちまたひょっこり現れるって。そうは言っても最近テレビや ALO の中でも忙しくて、そうそうこの店に来れないんじゃないか。レインはこの前セブンと話せてもう満足したんじゃなかったの？あ、うん、それはそうなんだけど、私のせいでこの店に来なくなっちゃったんじゃないかって少し不安になって。どうしてそう思うんだ？だって私と会ってからでしょ、来なくなったの。いや、そんなことはないぞ。あの子は元からそんなに頻繁には来ないし。ああ、そうだな。だから気にする必要なんてないさ。でも私嫌われ者だから。え？嫌われ者？それは嘘つきレインと言われてたことか。うん、私現実でもそうなの。うちって母子家庭でお母さんもそんなにちゃんと働いてくれなくて、その貧乏だし、バイトで友達と遊ぶ暇もないから嫌われてるんだ。いや、別にそういう境遇だからって嫌われてると思うのは気にしすぎじゃん。そうだね。でも嫌われてるのは事実。やってるバイトとかが理由なのかも。何のバイトをしてるんだ？その内緒。そうか、まあ言いたくないなら別にいいけど、そう悲観するなよ。少なくともセブンがお前を嫌ってるようなことはないと思うけどな。うん、ありがとうキリト君。どうしたの？
いつでもいらっしゃいね。どうしたの？他にやりたいことまた来てね。またいつでも来て、いい仕事がいっぱいですよ。またいつでも来てくださいね。始めるぞ。頑張りましょう。行くよ。クリア。こんなの楽勝よ。やった、クリア。おめでとうです。
よかったらご覧になってみませんか。早かったですね。お疲れ様です。またいつでも来てくださいね。ご覧になってみませんか。またいつでも来てくださいね。これ使って